どうも、かつしです。今日はですね、僕自身が普段から愛用しているですね、まあ財布だとか、まあ時計だとか、まあ小物類ですね、そちらの方をですね、一緒にシェアしていきたいと思います。では、行きましょう。ということでね、どうしましょうか。こう、ちょっとテーブル手元だけで映しましょうか。はい、ではですね、準備できましたので一緒に見ていきたいと思います。数的に1、2、3、まあ4、5、6、7点ぐらいかなと思っております。では、そうですね。まず、財布から行きましょう。財布は相変わらず、タズネの財布をずっと愛用しております。ただね、やっぱりこう、品番的に廃番らしいので、同じものはね、なかなか難しいと思うんですけれども、まあ、このサイズ感がね、本当に気に入ってて、使いやすいなと思っております。まあ、僕もね、財布をね、そんなに、まあ、最近スマホ決済がほとんどなので、まあ、ね、こう取り出すことは本当にほとんどないんですけれども、まあ収納スペースとしても最低限ですかね。カード入れが1、2、3、4、5、6箇所と札入れ。あとは、小銭入れのスペース。この最低限の、まあこのミニ財布、ミニウォレットですか。非常に気に入っております。まだまだね、こう傷感とかどんどんついていってですね。まあ味が出てくるような財布だと思ってますので、まあ数年使おうかなって。とも思ってはいます。ただね、このね、まあメインはね、この財布なんですけれども、まあさらにここについている、ここ、まあこのね、この、なんて言うんですか、こうな、ビーズ、ここら辺のね、あのアクセサリーもそうなんですけれども、これです。これ。もう財布には僕必ずね、こういったキーチェーンっていうのをね、つけておきたいんですよ。もうなぜかって言ったら、落とす確率がね、やっぱそこなんですよね。やっぱ財布だけは皆さんもそうだと思うんですけれども、落としたくないじゃないですか。これ僕ね、ルイ・ヴィトンのこのキーチェーンみたいなのを使ってるんですけど、これ実は、小銭入れについているキーチェーンなんですが、それをね、取って、まあ財布につけてるんですよ。まあ歴代の財布、これだからもう十何年使ってんじゃないかな。まあ長さもね、ちょうどいい感じでですね、まあ、引っ掛けるときもすごく楽なので、まあ、いろんなところにね、まあ、例えばデニムのベルトループにつけたりだとか、まあ、いろんなところに引っ掛けやすいので、まあ、これは、まあ、気に入って使っていると。まあ、しばらくね、もう本当これ丈夫なんで、まあ、財布が変わってもですね、つけられる場所があったら、つけていきたいと思います。まず一つ目、財布なんですけれど、こちらのキーチェーン。まあ、これ一つ目ですね。で、続きましてですね、小銭入れ愛用してます。これも変わってませんね。この前ね、一瞬ね、落としたかなと思ったんですけど、ちゃんとあの、カバンの奥底に入っておりました。危なかった。これはね、メーカーはね、ジャムホームメイドでございます。結構ね、今、小銭たくさん入ってるんですけども、容量たっぷりなんですよね。まあ、サイズ的にはそんなに大きくはないんですけれども、まあ、色目気に入ってますね。鮮やかなブルー。ちょっとこう、ダイヤ柄みたいな柄も入ってますね。これはね、こちら財布とセットでいつも持っております。で、続きましてはですね、そうだな、メガネ。メガネはね、最近このレイバンのサングラスを購入いたしまして、基本的に、まあ、かけておきたいなと思っております。やっぱりね、ちょっと目をね、守りたいっていうのがあって、で、あと、かけ心地が良くて疲れないというね、こう、条件をすべて満たしている、このレイバのサングラスでございます。まあ、品番的にここ映るかな。品番的にこういったね、品番になってますね。まあ、一日中ね、つけていても、まあ、疲れない、このレイバのサングラス、非常にお気に入りです。で、これもそうなんですけれども、さっきの流れでね、これ、やっぱりこのね、無印のね、一応まあメガネケースとして僕使ってるんですけれども、あとペンケースだったり小物とかもね、入れられたりするんですけれども、これがね、メガネケースとしてはね、もうベストなんですよ。もうベスト。もう何がベストかって言ったら、例えばメガネをこう裸でこう置いといて、何かの拍子に踏んづけてしまうかもしれないんで、それは、やっぱり避けたい。で、こういったね、まあ、レイバンの、まあ、普通のこういったケースもあるんですけれども、やっぱりこう、踏んづけてしまったら、ちょっと怪しい部分もあるので、この無印良品のメガネケース。これがね、最強だと僕は思ってます。もう、めっちゃ丈夫なんですよ。めっちゃ丈夫なんで、まあ、
重たいものでね、ガシャってやったらそれは潰れるかもしれないけど、少々ね、踏んづける、少々の重みでも中は守られるかなっていうようなね、しっかりしたものなんですよね。これ無印で200円しましたかね、めちゃくちゃ安いんで、これ何個か持ってるんですけれども、すごく重宝してる愛用のね、品の一つですね。まあ一応メガネとメガネケース、これいつもねセットで持っているような感じでございます。それからね、続きましてなんですけれども、これです。まあ車、まあキーホルダー、これキーホルダー、ヘッドポーターのねキーホルダーなんですけれども、こちらです。カラビナですね。このカラビナなんですけれども、ノーブランドでございます。一応ね、何サイズかあったんですけど、このね2つのサイズをね愛用しているんですけれども、近くのホームセンターでまあいろいろカラビナか、売ってると思うんですけれども、このねブラックのねマットで、結構ここがカラビナって結構ここ弱かったりするじゃないですか。これねめっちゃね強くてね、しっかりこう戻ってくれるんですよね。これ気に入っちゃって、まあしばらく愛用しているんですけれども、これは本当にいいなと思う。多分ね、こうファッション系のやつじゃなくて、おそらく本当現場とかで使うレベルのものなのかなっていうような場所に売ってたので、まあ本当こう無駄がないというか、まあブランド名も当然、まあ刻印とかも何もないんですけれども、ここら辺のね見えるかな、ちょっとしたこの細かい部分がちょっと普通と違うじゃないですか、まあ、その辺がね非常に気に入っている、一つでございます。だからね安いんですよ。これが多分値段は正直はっきり覚えてないですけど、200〜300円だったと思います一つ。このねオールブラックの感じ、やっぱブラックアイテムのが結構好きなんで、非常に気に入っているカラビナでございました。で続きましては、リングですね。リングずっと、しばらくつけております。コディ・サンダーソンの9スターリングですね。これは、基本的にこちらの指にずっとつけてる感じですね。だいぶ少しずつなんですけれどもね、傷が入ってきて、まあまだなんですけれども、まあこれからね、まあ育てがいがある、まあ財布と同じような感じで育てがいがあるシルバーリングだと思っております。お気に入りです。これが一応最後になるんですけれども、アプローチ僕確かにシリーズ3のタイプなんですけれども、やっぱりこう便利でしたね。まあ最近であれば、スイカ、東京行った時ね、やっぱりね電車の時やっぱスイカ便利だなと思いました。ここスイカ入れてたらこれでねピッ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 いけるし、あとは最近これガソリンスタンドでもこれかざすだけで決済できるので、まあ愛用してますね。あとは山登りとか行ったりしたら、まあ歩いたりする距離とかもまあ手元でわかるし、まあ便利ですね。あとこのベルトに関しては、まあ純正じゃないんですけれども、こういったねミリタリーっぽいような雰囲気やっぱり好きなので、まあこの辺りをまあずっとね使っているような感じでございます。まあ、これもねだからここら辺のねマットブラックの雰囲気とてもね気に入って使っております。これ FCE の、ウエストバッグ、これも常に持ってますで、常に持っていて、基本的にここら辺のアイテムまあ入れて持ち歩いてるんですけれども、最近ね僕ねこれねやっとね用途がね分かってきたっていうかね、これ便利だなと思って、ブルーのキーホルダーなんですけど、これマイナスの、工具になってるんですよ。これって意外と使えるなとか思って、これね500円ぐらいだったかな、めっちゃ安かったんですけれども、ブルーのキーホルダー非常におすすめですね。まあ、どっかにねつけようかなと思ってるんですけど、こう結構音がしちゃうんで、まあ単体でねここら辺とか入れたりしているんですけれども、あとねリュックとかにねまあつけてたりもするんですけれども、最近ねこれはねほんと買っといてよかったなって思える
一つになってきたんじゃないかなと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、僕自身が普段から愛用している小物類のご紹介でございました。まあ、財布もね、だいぶ味出てきましたし、やっぱアップルウォッチは便利だなっていうのもありますし、まあ、カラビナもね、いろんな種類あるんですけれども、このマットな感じ非常に気に入っております。あとはメガネも、もうこれやっぱ目をね、守りたいっていうのもあるし、まあ、それに合わせて頑丈な無印良品の、この無印良品のメガネケースめっちゃいいと思うんですけどね。まあ、それからですね、まあ、皆さんもですね、気に入っている小物っていうのは多分たくさんあると思いますので、まあ、また教えていただければですね、僕も気になっちゃうなっていうふうに思ってしまうことも多々ありますので、まあ、そのあたりもですね、皆さんとシェアできたらいいかなと思っております。まあ、そんな感じでですね、今日は終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではまた見てください。ほんとね、この辺のアイテムだけ持っていけば、もうどこにでも行けるぐらいのですね、このコンパクトにまとまった感じ。なんかね、そこら辺ね、個人的にね、いい感じだなっていうふうには思ってます。